はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はボーカルトラックの作り方についてお話ししますが、メインはボーカルライダーウェイブスさんの超有名なプラグインですけれども、これを解説したいんですけれども、準備段階、ここらのところもしっかり話していって、ボーカル全体の作り方ということも考慮に入れたお話を進めたいと思っています。まずトラックの説明からします。画面左の方にある紫色の3つのトラック、一番左側、これはですね、ところどころに紫のバーが立っています。これどうしてかというと、これってブレスです。通常皆さんは今回のような歌声合成ボーカロイドとかやるときは、そのソフトでブレスを入れると思うんですが、僕は最近このような動画も作りましてですね、ブレスだけをこのようにしておけば、後からいつでも大きくしたり小さくしたり、それが簡単にできるようになりますよね。こうやって下げることもできるし、もちろん上げることもできます。このようにして長さもそして場所もとっても自由なところに置くことができます。最近僕はこんな感じでやっています。1個目がブレスのトラックということです。その次にあるのがメインのボーカルです。そしてこのトラックはシンセサイダー V にあるエアー感というか空気感というか、そういうような息継ぎではないブレス成分、いわゆるこういうような声の成分ですね。例えばサシスセソの時なんかは特に多いですよね。こういうような発音になるところの部分を取ってあります。このトラックがあるだけでとても人間らしい発声になりますので、これの度合いをいろいろ変えたりしてボーカルミックスをするということです。それ以外はここからここまでですね。これが楽器の構成です。簡単なバンド的なもので、ピアノとベース、ドラム、そしてあと2つの楽器が入っています。それをですね、このバス、ここですね、ここに全部送っています。そうすることによってここで全体のオケの音量を変えたりできます。今こう鳴らしてみると、はい、このようにボーカルだけが鳴るんですけれども、これが上がると、このように楽器のトラックをまとめています。その隣にあるのがリバーブトラックです。じゃあ実際の話に進めていきましょう。本来はこの VU メーターですね、これは全部に挿して調整するんですけれども、調整をした後にですので、このトラックにだけ VU メーターを入れています。じゃあこれで鳴らしてみましょう。 VU メーターは真ん中に出しておきますね。これでこの 0VU をまたぐぐらい、これぐらいに設定すればいい。ヘッドルームはここでマイナス18というふうに、ここではスケールと呼んでいますけれども、このようにしていますので、ここで0を振っても音が割れたりするわけではありません。ですからマイナス18にセッティングしています。これで見てみましょう。そして0をまたぐぐらいに合わします。もっと笑ってほしい、だってさ君の笑顔は。ちょうどいいですね。もう触ることはないですけれども、もし触る場合はここでゲインを変えることができます。今 5.5 になっていますけれども、ちょっとやってみましょう。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。戻すと振り切ってしまいます。ハロー、空に咲いたひまわりみたい、うふふふわふわ。このようにしてゲインを整えます。これはすべてのトラックに同じです。必ずフェイダーはユニティゲイン、こういうゼロの状態にしてやってくださいね。まずこれで合わします。これをゲインステージングと呼んでいます。次には最近僕が気に入っています、右の方にありますウェイブスさんの
シェイプスオムニチャンネル2という新しいソフトウェアです。僕はこのチャンネルストリップ何が気に入ってるかというと、この一番左端の列です。その他はほとんどどのソフトも同じような仕様です。でもこの一番左のプリアンプですね。ここがとっても優秀で音がむちゃくちゃいい。入れるだけでかなり良くなります。ちょっとやってみましょう。まずバイパスから。知ってる君の笑顔入れます。本当に素敵だから笑ってほしい。特にこのクラッシュというサーチュレーションなんですけれど、これがですね、音が太くなります。ですからこのプレイを入れる入れないでかなり変わります。もっと笑ってほしい。だってさ、もう少し分かりやすく強くします。雨にも負けないだから笑ってほしい。もっと笑ってほしい。バイパス。あははははハロー空に咲いたひまわりみたい。入れます。うふふふわふわなんだか今日も幸せみたい。こんな感じで音がしっかり温かみが出ると言ったらいいんでしょうか。そんな感じになるのでとっても気に入っています。そしてフィルターとその下にあるレゾナンスですね。これで倍音成分がとってもよく出てきます。そしてこのフィルターですけれども、どんな風にかければいいかというと、一旦これをバイパスします。そして右下の方にアナライザーを入れていますので、スペクトラムが出るようになっていますので、今のこの音の成分がどんな感じか見てみましょう。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。はい、たまにこの低いところが上がりますよね。もう一度よく見ててくださいね。だってさ、君の笑顔は雨にも負け。はい、ですからどのぐらいのところをフィルターをかけたらいいかと言いましたら、だいたい今のところで 100Hz ぐらいのところです。ですからこれを 100Hz ぐらいまで上げます。ちょっと超えた感じにしまして、ここでオクターブでマイナス 24dB、 これぐらいカットをしています。これも他のメーカーさんでもなかなかマイナス24のカットをできるソフトというのもそんなにもなくって、これで入れてみると、先ほどのようにこの下の部分ですね、これが出てこなくなります。だってさ、君の笑顔はもう少し上げます。雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。それと今度はこの歌のボディがどの辺にあるかをチェックしておきます。あはは、ハロー空に咲いたひまわりみたい、はい、この辺にボディがあるわけです。だいたいこのところは600から700ぐらいです。まずは600ぐらいのところに合わせておきます。この辺ですね。ここがボディの周波数があるところだということを頭に置いておきます。その他はこのようにゲインをゼロにしておきます。じゃあこれで音も太くできた、そしてハイパスフィルターもかけた。次はイコライザーです。これで自分の好みの音にしていきます。じゃあ聞いてみましょう。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。ちょっとこの部分を上げすぎると音色自身がメインの周波数ですので変わってきます。この辺のところはさじ加減を上手に考えてください。あはは、ハロー空に咲いたひまわりみたい。こんな感じなんですけれども、初心者の方にはこのイコライザーを自分の思い通りにかけるというのは難しいですよね。
そんな時はアイドトープさんのニュートロンエレメンツ、これなんかをうまく使えば、まずガイドラインを楽に作ることができます。ちょっと聞かしてやってみましょう。このリスキャンを押します。そして再生をします。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。これでざっくりしたガイドラインができました。これだけでもすっきりした、ちょっと高音が強調されたようになっています。あえてウェイブスのチャンネルストリップを切ります。そしてこれだけで聞いてみます。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。案外輪郭がしっかり出ていますよね。バイパスと聞いてみましょう。だってさ、君の笑顔は入れます。雨にも負けない。だから笑ってほしい、もっと。このようにアイドトープの AI は初心者の方が作るのにはとってもよくできています。ですけど、もう慣れてきたらですね、こういうソフトを使わないで、でもシェイプスオムニだけでも作れるようになってくると思います。今のような音がいい場合はですね、もう少しハイを上げないといけません。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。あーはは、はは、ハロー。はい、こんな感じですね。この一番下の周波数はもういじらなくてもですね、ローカットしていますので、いじることはありません。じゃあここにコンプを入れていきましょう。左の列だけが素晴らしいと言いましたが、このコンプのですね、ソフトというのが2がちょっと柔らかめでとってもよくできています。コンプレッサーを使うときは一旦はスレッショルドをゼロにしましょう。そしてこのゲインリダクションメーターを見てどのぐらい落とすかですけれども、ボーカルの場合はだいたい4から6デシベルぐらいリダクションさせるといいというふうにセオリーとしては言われています。でもそれをどのぐらい詰めるかは、まあ好みの問題もありますので、自分で確かめていきます。スレッショルドが0の場合は若干しかリダクションはしないと思います。ちょっと聞いてみてください。だってさ、君の笑顔は今で1デシベルぐらいです。これを約4デシベルぐらいまで上がるようにスレッショルドを設定しましょう。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。こんな感じで、そしてレシオなんですけれども、ボーカルの場合は少し強めでも大丈夫です。このように5対1伝語ぐらいのレシオをまずは設定してみてください。そしてアタックはあまり速くしすぎると先頭のトランジェント、いわゆるボーカルのいいところを潰しすぎますので、ここらはスタジ加減です。そしてリリースタイムは50ミリぐらいから設定するのがいいと言われています。音楽のリズミカルなものからバラードのようにゆったりしたものまでいろいろありますので、抑えて戻ってくるまでの時間がですね、あまり早すぎるとコンプの効きが悪くてですね、一定感があまりない場合がありますので、そこらもさじ加減でやってみてください。でもリリースは50以下があえてできないようにしています。これは適当な50という数字をしたんじゃなくって、今まで DTM の世界でこの50ミリセックというのはとてもバランスの良いリリースタイムというふうに言われてきました。ですからこの辺のところに設定しているわけですけれども、僕の場合はもうちょっと長めにします。これで聞いてみましょう。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。だから笑ってほしい。
これとバイパスと比べてみましょう。だってさ、君の笑顔は入れます。雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。はい、ちょうどいいぐらいに圧がかかりまして、でも潰れすぎないような透明感が残った状態になっています。さあ、これで下準備が整いました。今度は今日のメインテーマであるボーカルライダー、ここに行きます。ボーカルライダーが世間の皆さんにとても受け入れられた理由は、これが出るまでは普通はオートメーションで書いたり、もしくはコンプレッサーで音を整えていたわけですね。でもコンプレッサーをかけてしまうと、どんなに優しくかけても潰れるという現象が起こります。強い言葉で言えば破壊をしているわけですね。ですけどボーカルライダーはコンプじゃなくって音量の調整で強い弱いを出していく、それが素晴らしいところです。オートメーションを書けばいいというところなんですけれども、ボーカルライダーが書くようにはなかなかうまくは書けません。じゃあここからボーカルライダーの説明をするんですけれども、なぜ昔からあるボーカルライダーをお話ししようかと思った理由というのが、ボーカルライダーのいろんな機能をなかなか解説者の人も、まあこれを入れたら簡単にできますよというのようなところで終わってしまっていて、本気で使うようになった時に細かいところがわからないという方も多かったというのもありまして、これを徹底解説してみようというふうに思いました。じゃあ音を鳴らしながら、まずはターゲットを決めます。ターゲットというのはこの一番上です。ターゲットの前に忘れていることがあります。この今のボーカルをどちらかというと上げたいのか、そうか桶になじましたいのか、これを判断する必要があります。桶になじましたいのであればあまり上がりすぎてはダメですし、桶に埋まっててなんとか目立つようにしたいというような方は上げる方向に行かないといけません。ですからまずはざっくり桶を出しまして判断をします。じゃあこのぐらいのバランスでもう少し音を出していく方向にやりましょう。ということはここで今も動いているのを見ていただきましたけれども、これがどちらかというと真ん中より上がる方向にしないといけないわけです。そこでターゲットを決めていきます。これぐらいでやっていきます。そしてここにですね、ファーストとスローというのがあります。最近の音楽ではもう舌を噛んでしまうような速い歌詞でタッ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 とこう歌うような、そういう音楽もあります。そういう時は特にファーストにしておかないとですね、ボーカルライダーの動きが追いつきません。ですけどまずはスローからでも大丈夫です。今日サンプルで使っている歌はまあ標準的と言ってもいいでしょう。ですからここをスローの状態にしておきます。そして次はここが大事です。その音にどのように反応するかで、右に回すと反応が強くなります、左にすると鈍くなります。どの辺のところがいいか、このフェーダーの動きを見ながらやっていきます。ちょっと鳴らします。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。あはははは、
ゼロにするとほとんど動きませんよね。基本は中心ぐらいでいいと思うんですけれども、そのリズミカルな度合いというのにうまく合わせてここの設定をしてみてください。そうしまして次にやることです。今度は上がりすぎない、下がりすぎない、ここをチェックします。ざっくりですけれども、4か5デシベルぐらい、それぐらいの差になるようにするのがいいと思います。そして上げることを今回は中心にやっていますので、今度は下の方ですけれども、下の方は2、3デシベル、このぐらいの範囲で調整するようにやってみましょう。知ってる君の笑顔って本当に素敵だから、そしてですね、初心者に分かりやすくという意味も兼ねてですね、ほとんどの解説動画はここで終わっていることが多いんですね。あと、あるとすればこの右側のアウトプット、これをもう少しボリューム感が欲しいんであれば少しついたらいいし、もし大きすぎると思ったら下げたらいい、はい、使ってくださいなんですが、せっかく DAW を使っているので、ここで止めたらですね、このボーカルライダーの本当の意味がなくなります。桶に埋まってしまったりすれば、このボーカルライダーの意味がありません。ですからここは少し難しいんですけれども、サイドチェーンをやるということが重要になってきます。サイドチェーンをするというのは、スタジオ1のやり方ではここでサイドチェーンボタンを押します。それで何とサイドチェーンをするかといえば、ここでバス1というふうにここにチェックを入れています。ですからここで茶色のトラック、このバスを作ったわけです。このように設定をすると、こちらの右側のノブも使えるようになるわけです。最初はこれもセンターです。これもセンシビリティ、いわゆる感度をここで調整できます。ですから桶が大きくなってきたら、こちらも追随して大きくしたい、それがこのセンシビリティのボリュームになります。ここで調整をしていきます。これも聞きながらやっていきます。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。このようにすると桶に埋まりにくいボーカルが作れるわけです。これとっても重要です。ですからこれは大事にしてください。そしてそれができたら、アウトプットというのはむやみに上げるものではありません。もちろん感性で上げてくれたらいいんですけれども、これをバイパスした時と、そして入れた時のボリュームの差があまりないようにして、このアウトプットは決めましょう。ちょっと鳴らしてみます。はい、ほとんど差がないですね。このように設定できていれば、ボーカルライダーの良さだけがアップされたということになります。これを最初から上げるんであればですね、もうボーカルのボリュームを上げてしまうのとあまり変わりません。ボーカルライダーの良さをちゃんと使うんであれば、入り音と出音はまずは揃えてみる、これが大事です。その中でボーカルライダーがどんな風に効果したか、それを確かめてください。ただし今は皆さんに理屈を説明しています。でも現実やるのは自分たちの感性でやってくれればいいんですけれども、このようにしてセッティングをしてみてください。じゃあ聞きながらバイパスをしたり少ししてみます。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと
ですから理屈が分かったらですね、これでオケを上げるとしますよね。そしたらボーカルも上がってきます。ちゃんとセッティングができていたらそのようになります。今も少し上げましたけれども、少し低いところから上げていきます。笑ってほしい、上げます。あはははは、ハロー、空に咲いたひまわりみたい、うふふ、ふわふわ、なんだか今日も幸せみたい。はい、このようにですね、オケを上げていったら通常はボーカルが沈みますよね。でもある程度まではこれが可能になります。ここでトップを止めていますので、今の場合どうしてもですね、ボーカルの出が悪かったかもわかりませんが、これをもう少し上げてみます。ここまで行っても大丈夫よというふうにすればですね、これを上げていってもどんどんボーカルは上がってくれます。キララン、キララン、ラランラン、普通に使うのはこれまでです。でも下の方にオートメーションあるじゃないかと、この説明できていないよねということなんですが、オートメーションを使わないからボーカルライダーの機能を十分に使ってないというのはブブーです。もうこれで基本的には完璧ですが、このオートメーションの機能を使うとさらに手でボリュームを触れるようになると、そういうふうにしたい人はそういう方法もあるということですが、今日は完全解説ということでしたので、この部分もちゃんとお話をします。その時はここでライトモードにしてください。真ん中のボタンを押します。このようにしましたら、このフェイダーをカチンとしたらですね、スタジオ1の場合ここにライダーフェイダーというふうになってくれます。これでボーカルのフェイダーを作ればいいわけです。ここに今ありますけれども、ここはボリュームのオートメーションになっています。これはダメです。ボリュームのオートメーションは削除をしましょう。そうしまして、このライダーフェイダーをボーカルのメインの部分、ここですね、ここにドラッグ&ドロップします。そうしましたらライダーフェイダーというオートメーションのラインがここに出てきます。そしてスタジオ1の機能もここをライトモードにします。どっちもライトモードにすることを忘れないでください。あとはこのまま聞かせるだけです。先頭からやってみましょう。キララン、キララン、ラランラン、キララン、キララン、知ってる、君の笑顔って本当に素敵だから、みんなみんなで笑っていたい、キララン、キララン、ラランラン、キララン、キララン。
オートメーションの書き込みができました。そうしましたら、今度はこれをリードモードにします。もちろんこちらもリードモードにします。オフにしてはダメです。必ずリードモードにしましたら、このオートメーションラインに従ってこれを聞いてみてですね、ここがちょっとやっぱり出過ぎだったかなと思えば、ここをこのように落とせばいいわけです。いわゆる編集ができる良さ。これをどうしても使いたいんであれば、このようにオートメーションを書き出して、そしてボーカルライダーを使えばいいと。そしてそのまま再生をしながら、今度は出過ぎていないか。それこそアウトプットで調整をすればいいと思います。ちょっと聞いてみましょう。キララン、キララン、ラランラン、キララン、キララン。知ってる、君の笑顔って本当に素敵だから。はい、ボーカルがちょっと離れすぎです。ですから落とします。もっと笑ってほしい。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない。だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。あはは、ハロー、空に咲いたひまわりみたい。うふふ、ふわふわ、なんだか今日も幸せみたい。このようにやりまして、最後はリバーブ感、ブレスが入りすぎていないか、そこらを調整していきたいと思います。オケとやった時のリバーブ感ですね。これオケを止めてしまったらですよ、リバーブは強めに聞こえます。あはは、はは、ハロー、空に咲いたひまわりみたい。でもこのリバーブが強いかどうかはオケとなじましてからしか判断ができません。うふふ、ふわふわ、なんだか今日も幸せみたい。キララン、キララン、ラランラン、キララン、キララン。どうして僕らの笑顔って似てるの、不思議だから。並んでみよう、もっと笑ってみよう。このぐらいあってもいいですね。今4デシぐらい上げました。ですから全体を聞きながらですね、リバーブ感も調整してみてください。今日はボーカルライダーのことを徹底的にお話をしたいために、前段階の準備の話もかなり詳しくさせていただきました。ボーカルの作り方としてはくぶくりんできていますが、前処理としまして音程をチェックするようなメロダインをかけるとか、まだボーカルを整えるということに対しては他の要素もあります。他の要素って何って言われたら、例えばディエッサー、いわゆる耳につくような8キロ9キロヘルツぐらいの高いところを落とすというようなこともできます。それもこのシェープスオムニチャンネル2、これだけでもできるようになっています。ここのディエッサー、これでざっくりですけれども、特に歌声合成の場合はここらぐらいですね、8キロ9キロその辺のところでですね、その音がないかを聞けばいいです。このようにざっくり合わせてですね、そしてこのスピーカーマーク、これを押すと分かるようになっています。ちょっとオケをミュートしておきます。しーだってさ、君の笑っていたい。キララン、キララン、はい、ラランラン、このようにメーターがリダクションすればいいです。その辺のところにスレッショルドを合わしましょう。もう一度聞いてもらいます。あはは、はは、ハロー、空に咲いたひまわりみたい。はい、オケ上げます。ふふふ、ふわふわ、なんだか今日も
だから並んでみよう、もっと笑ってみよう。すごいね僕らの笑顔って、言葉もいらない。だから並んでみよう、もっと笑ってみよう。どうでしたでしょうか。ボーカルがしっかり抜けてですね、存在感のあるボーカルができたんではないでしょうか。皆さんも頑張ってチャンネルストリップやボーカルライダー、この辺をうまく使いこなして、メリハリのある素敵なボーカルトラックを作ってください。そして一番初めの方に言いましたように、歌声合成でブレスを入れるときに、今回やりましたようにブレスだけの WAV ファイルを歌声合成ソフトなんかで準備しておいて、ペタ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 貼り付けると。これ前にこのことを発表してから自分もそうやってるんですけれども、もうこれはめちゃめちゃ便利です。ぜひとも皆さんやってみてください。今日はとっても長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。村長スタジオでした。